テンプスラムチャンネル始まりました。よいしょ。テンプスラム吉高です。同時の木です。ういじー。本日はオンボードリプレイ見てみたよ。オンボードリプレイ、はい、はい、今ね、うん、この背景、はい、動き始めました。おう、はい、この背景、今までね通常の上から見てるレースの映像なんですけれども、まあいつも見れるレース、はい、はい、いや、オンボードリプレイ見れるようになったよ。オンボードリプレイって何なんだ。車載カメラでございますね。あー、なるほどね、はい、はい、車載カメラ、そう、え、じゃあ今この俯瞰からこれカメラ撮ってる映像が流れてるけど、流れてるけど選手目線の映像が、そう、ハンドルのここにカメラつけちゃいました。なるほど、オフィシャルが言ってくれたから、うん、はい、見てみましょうっていうやつ、なるほど、うん、なんか俺らのチャンネルでもやったけど、うん、その企画っていうかそのファン感謝祭でのレースで、うん、そう、その車載カメラあったけど、うん、公式戦の本番で、そう、まあそれはやっぱりその選手若干手抜いてるけど、うん、今回は本気のバチバチのやつだから、ね、バチバチ、どれだけ接近して、ね、レースしてるのかっていうね、うん、ワンチャン前さ動画で車載カメラのやつやったじゃん、うん、オフィシャル俺らのやつ、ああ確かに採用した説もあるな、本番で見たいですねみたいな、うん、多分言ってるよね俺ら、うん、あ、採用された説あるから今回見てみようっていうことですね。なるほどね、はい、何パーセント変わるかもしれない、はい、ありますよ、はい、ちょっと、はい、じゃあレース見ていきましょうよ、ましょう、はい、ということで、うん、はい、このオートレースオフィシャルのサイトから、うん、このオンボードサンプル動画4日目の川口8レースかな、はい、のスタートのやつなんですけれども、これちょっと再生してみてください、はい、スタート、はい、うん、なるほど、今並んでる状態からもう、そうそうそう、まあ1号車早いから、はいはい、まあ、2号車もねこうやって切り替えたりできるんだよ、はいはい、あ、本当だ、おー、すごい、あ、じゃあこれ後ろの方の選手だと、うん、あ、おー、そうそう、すげえ並んでるところから、そう、ちょっと7やって、7、7一番後ろだから、だからもう並んでるところを、おー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 、ほら、こういうこのね、この誘導、誘導表情も見れる、見れる、すごい、すげえ、うん、これすごいな、すごいな、はいはいはい、ちょっとスタート部分だけ見ちゃおうか、そうね、6の、あ、横を見てる、あ、こ、こうなって、こうも走ってくとこもこうやって見れるっていうのは、うん、すごいな、臨場感、臨場感すごいな、うん、カメラどこつ、多分ここでしょ、これでしょ、この、あ、はいはい、ナンバープレートの、あったね、今ね、今あったね、うん、じゃあ6のスタートだけちょっと見ましょう、はい、はいはい、ランプが僕はこれだから、ちょっと今こうなってるから、うんうん、こっちが映ってる感じが、はい、スタート、近い、うわー、怖っ、うわー、うわー、うわー、なるほど、うわー、で、このレース中ももちろん切り替えながら見れる、はいはいはい、はい、いや、すごいわ、いや、こんな感じなんだね、うん、マジ、うん、すごいな、スタートだけでも結構な迫力、いや、すごいだったでしょ、ね、いや、これなんかもう、だからその、スタートからゴールまでしっかり、うん、ちょっと見てみたい。なるほど。3号車一番すごい。3号車、うん。なるほど。3号車、じゃあちょっとじゃあ、スタートから。ちょっと見てほしい。じゃあ3号車目線で、はい、最初から、はい、行きましょう。はい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 、3号車目線のスタートね。そう。さっき6だったよ。この雨の感じ。おうわ、一番ほら、シャーンってシャーンってね。さあ、今では2番手ってことか。はい。3号車。そう、すごい。ヘルメットのさ、この水しぶきも多分こういう感じなんだと思うよ。なるほど。カメラが今こうなってるけど。まあ、ちょっと見にくいわな、そのあたりの。3号車は。そう、ね、もう火花がね、うん、とか、うん、バラバラバラ、これ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 、しかもぶつかる、ぶつかる、いや近い近い、やば、すごい、いや怖いな、この火花とかもさ、5番の、こんな、ほら、シュン入ってきたら怖いだろ、だバイクの振動とかもこんな感じなんだろ、すごい、ほら、これはほら横にいるけど今影が見えたな、うん、それ、あ、それで影かけてる、判断は判断してんだな、うわー、近いから、すごい、やっぱこう見るとさ、うん、もう倒れちゃうぐらい、うん、ね、倒すんだね、よし、この水しぶき、
です。うおお。これで滑らないよ。なあ。ほらほら。うわ。前輪がぶつかりそう。まあ、ちょっと滑らすってかやっぱ滑っちゃった。滑ってんだな。うわわわわわわ。おお。おお。これドキってなんな、前田選手こんな滑ったら。やっぱその選手によって体の傾け方とか、バイクの角度も全然違う。さあ野田光弘デビュー初優勝に向けまして近い4コーナーのカーブであります。一番野田が先頭。このコーナーの時はこうグワングワンなってない。タイヤが後ろ走りたくないようなこの水しぶきの。この位置を守ることができるか。近い近い近い。一番野田光弘。なんでそんな近寄る。内戦ギーだよこれね。もう入ってんじゃない。入ってんじゃないこれになって。家族だったらこれ心配になるわ。外から5番の福村が並びかけている。内戦すごいね。でもすごいな。優勝争いは並んでいる。ギリギリいってるね。あ。すごい早もう一瞬で終わったじゃん。いやこの世界なんだ。すごいわ。いや迫力のあるレース、迫力のある映像だったね今ね。これねもっとやった方がいいと思う。いやすごい、うんうん、これ今お試しというかさ、そうなの、あれだから評判が正直悪かったらやめちゃう可能性もある。そうね、うん、これどんどんやった方がいいと思うし、この例えばさオートレーサー目指してるっていう人がいるとしたら、こういうイメージトレーニングができるわけよ、これを見ることによって。あとレースしてる最中も、うん、そのなんとかスイッチャーの方に頑張ってもらって、ああなるほど、中継でやると。そう、うん、おそのなんかさばきそうになったなって瞬間にカメラ変わって、うわーみたいな。 SG の優勝戦とかでやったら視聴回数めっちゃ増えると思うよ。いやそうね、うん、でこうさ青山周平選手とかのオンボード使って、うん、こう攻め方とか、うん、あそうね、勉強になる、勉強になると思うし、これめちゃめちゃいい機能だと思います。なるほど。あと俺見てみたいのは荒見選手の後ろを見てみたい。いやいいね、どんだけが違ってますかね。今の感じでも結構、うん、内線ギリ走っててやっぱりすごいけど、3番がさこう行った時のさ、この左から5番が来る時にさ、ジャーンって怖かったの、うん、俺ならもうその時点でやっぱちょっと無理ってなる。いやー普通に多分行動してたらファーってやる。ブネーなこうなるよ、プッププってやる。なんだよなんだよって選手はそれがもう日常茶飯。いやそうね、はい、いやー、ちょっとねこういった映像をね、もっとやってほしい。どんどん、うん、川口さんお願いします。お願いします。はい、 SG とかお願いします。おっきいレースで我々に動画のネタを提供してください。横島だな横島だなそれは。まあでもねこれもね、あの視聴者の方からコメント来て、うん、あのあ今やってるんだと。そうね、はい、ことを確認して、まあだからこういうね、あのいい情報を、うん、もっとあの視聴者の皆さんからコメントいただけたらなと思います。はい、はいはい、ということで、はい、本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画良かったら皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録